日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はアクセントについて。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日はアクセントについて話したいと思います。まあアクセントというとね、まあ厳密には正確にはアクセントとね、ダイアログ、ダイアレクトかね、ダイアレクト、方言とか言いますね。それは少し違うんですけど、まあここでは、まあ、リージョナルアクセントという意味でアクセントについて話したいと思います。英語ではアメリカンアクセントね、ブリティッシュアクセント、オーストラリアンとか、いろいろな国のね、いろいろな英語がありますね。それと同じように日本語も東京とか千葉とか、まあ、千葉は少しあるかな、まあ、東京の近くで話される、標準語というのがありますね。標準語というのは、まあ、スタンダードな、まあ、日本語という、意味です。僕が今話しているのは標準語ですね。大阪とか京都ね、あの辺りですね、あの辺で話される言葉を関西弁と言いますね。関西弁でも、関西弁も実はね、大阪弁とね、京都弁とかね、少し違うんですね。まあでも関西弁と言います。そして、九州にはまあいろいろな福岡弁とかね、佐賀弁とか、熊本弁、大分弁ね、いろいろあります。沖縄もやっぱり沖縄の訛があります。沖縄弁、訛というのは弁のことですね。弁というのはその、まあ、アクセントとかダイアレクトとか、そういう意味ですね。北海道はね、実は標準語に結構近いです。特に札幌とかはね、ほとんど標準語だと思います。あとは東北ですね。東北には青森弁とかね、青森も津軽弁とかね、山形弁とかね、山形は東北、まあ、あの北の方ですよね。あとはまあいろいろですよ。福島弁とかね、もういろいろなところにいろいろな方言があります。まずは皆さんは標準語を勉強した方がいいと思います、ね、僕みたいな標準語を最初は話せるようになって、そしてその後ね、もし興味があれば、例えばね、ああ僕は関西が好きだから、ね、関西に住みたい、だから関西弁を勉強したいとかね、そういうふうに自分が住みたいところとか自分が好きなアクセントをね、勉強していいと思いますね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。